はい、こんにちは。整体院店員の方の谷内です。本日も動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。今日もですね、美容健康に関する有益な情報をあなたにお届けしたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、ごめんなさい。ちょっとね、西日が差してきてちょっと眩しなってきておりますけれども、今日の話はですね、エステ vs 小顔マッサージ、ちょっと字汚いですけど、エステ vs 小顔マッサージという話をしたいと思います。なぜこの話をしているのかというとですね、まあ、これをご覧のあなたはですね、エステに通っておられる人も多いと思うんですね。で、まあ月に1回通ってて、まあなんかいまいち効果を感じてないというか、何かできることないんかなと思って、小顔マッサージのこの動画に行き着いたと思うんですよね。で、そのエステと小顔マッサージって、まあ何が違うのとか、どっちの方がいいのかっていうのを、今分かりやすくですね、説明したいと思ってこの動画を撮っております。はい、じゃあちょっと始めていきます。はい、そもそもなんですけど小顔マッサージって何やってんのって言ったら、筋肉をほぐすんですね。筋肉をほぐすことによって、このたるみとか、あとはむくみとか、まあそれに付随してほうれい線が薄くなったりとか、まあ腫れぼったい目が改善したりとかっていうのがありますよね。はい、こういうのが得意なんですよ。一方エステっていうのは、これは表皮にアプローチするわけですね。だからやることはスキンケアですよ。例えばこの美白とか、美白とか、何やろ、シミとかニキビとか、こういったもののケアをするわけですよね。まあ、毛穴を引き締めるとか、そうじゃないですか。で、まあ、これはね、いろんな意見があると思うんですけど、僕はエステではたるみは改善しないと思ってます。はい。なぜしないと思うかっていうと、その表皮の部分をいくら触ったって、筋肉が動いてなかったら、たるみは改善しようがないと思うんですよね。はい。で、もし、あなたの行かれてるエステサロンが、たるみとかも解消しますよって言ってるんだったら、僕はちょっと違うんじゃないかなと個人的には思います。まあ、おそらく、これをご覧のあなたも、いまいち効果をね、エステの効果でたるみが変わってないなと思うから、これを見てると思うんですよ。うん。で、実際のところ、まあ、うちにね、店に来られる方も、まあ、ほとんどの人がエステは経験してます。はい。でも、たるみに関しては、もうほとんど変わってないです。効果を感じてないっていうのがほとんどですよね。はい、なんで小顔矯正とか受けたいと、まあ思うわけですよ。まあ、そりゃそうですよね。表皮にアプローチして、なんでたるみが改善するんか、ちょっともう理論的におかしいとは思いますけども、まあこういうことですよ。美白とかシミとかニキビとかは、こっちのプロフェッショナルだと思います。逆に言えば、筋肉をほぐしたからって美白になるかっつったら、これはならないわけですよね。はい。なんで、まあ、VS って書きましたけど、何を改善したいと思っているのかっていうので、分ける必要があるってことですね。だから、何が言いたかったかっていうと、併用してもいいんですよ。例えばエステに通ってて、ご自身で小顔マッサージをする。もう全然いいですよね。たるみむくみも改善して、シミもなくなって美白になったらすごいいいじゃないですか。合わせ技ですよね。すごくいいと思います。うん、ただ、エステに通ってて、いくら行ってもたるみが全然改善しなくてって思ってるんだったら、それはあなたの勘違いです。エステでたるみは改善しません。うん、その瞬間ね、その瞬間、ウェーってこうやれば、パッと上がりますよ。それは、あくまでも皮膚表面の水分が移動しただけであって、根本的に代謝が変わったわけではありません。はい。代謝を変えようと思ったら筋肉をほぐさないとダメです。うん、だからこの、小顔マッサージっていうのは、たるみに関してはもう必須なんですよね。この筋肉をほぐすっていうのは。うん、なんで、何がいいんかなとかね、実際そういう、なんやろ、結局何をやればいいのかっていう迷っておられる方は、小顔マッサージをおすすめします。うん、それに合わせて、今行かれているエステを行けば、すごく効果が、プラスアルファされるんじゃないでしょうか。うん、っていうことですね。しかも、この小顔マッサージもちょっと、余談かもしれないですけど、ただですよね。自分でできるんだから。ただでできて、時間制限なくて、最高じゃないですか。ね。もう歩きながらでもできる、テレビ見ながらでもできる、電車乗っててもできるって最高ですよね。はい。
自分でもできますから、ぜひチャレンジしてみてください。それだけの価値があります、はい、価値があるというか筋肉をほぐさずしてたるみが改善することはまずないんで、ぜひ、そういう気持ちで、やっていっていただけたらなと思います。はい、いかがだったでしょうか。今日は、エステと比較して、何にアプローチしてどう違うのかというね、説明をさせていただきました。ありがとうございました。最後まで動画をご覧いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録までの方はこの辺にあるボタンを押していただいて、また、美容健康に関するね、ことで、なんか知りたいっていうお友達おられましたら、ぜひ、この YouTube チャンネルを紹介してあげてください。よろしくお願いします。それじゃあ失礼します。